前半からこう前から圧かけて相手にボールを握らせないようにしようと言ってたので、結構そういう流れでやっぱああいう失点が生まれたのでいいことかなと思います。あの横の選手が入ってボールを収まったところこぼれ球が来るかなって意識でいたですか。そうですね、もうシュートを打った時には緊迫弾くんじゃないかなっていうのを予測してたので、まあ、こういいところにボールが来たので、まあ、あとはもう沈めるだけだったと思います。ただその後失点してしまって結果的には引き分けという3試合連続引き分けという結果になってしまいましたけども、そのあたり、試合終わって他のチームメンバーとかと話しされたりとか感じるところはありましたか。そうですね、もうディフェンダー陣にはずっと守ってもらっているので、まあ、たとえ1失点なので僕らがこう 2,3 点取れば何も問題はなかったので、やっぱフォワード陣の課題というのはどうしてもこう出てしまっている部分もありますけど、まあ、流れ的にもいい形では進めているので、これも次につなげたら、まあ、もっといい展開になるんじゃないかなとは思います。まあ、今日ちょっと予想外の天気が良くなって暑さもあったかと思うんですけども、それでも甲子園中最後まで走り来てたと思います。そのあたり、体力面だったり暑さのあたり何か感じたところがあれば教えてください。そうですね、僕はあまり暑かろうが寒かろうがあんまり変わらず走れるので、あんまり天候は気にしたことはないんですけれど、まあ、逆にこう相手の方がやっぱ疲れてはくれるんで、やりやすさはやっぱあるんで、まあ、こう夏のこう自分を見せれたらなとは思います。じゃあこれから、気温も上がっていきますし、相手にとっては苦しい気候になっていくかなと思うんですが、そのあたりは僕は自分の武器になるかなと。そうですね、もう負ける気は全くないんで、やっぱ体力面で負けたら僕は使ってもらえないと思っているので、そこで圧倒していってこうチームを助けれる存在になれたらいいかなと思います。今日花園での開催で、非常にお客さんとの距離が近い、すごい臨場感があるスタジアムですけども、改めて今日の試合どのように感じたか教えてください。そうですね、もう、前半がちょっとあの向きが変わってコートの攻め向きが変わったので、やっぱサポーターの前でやっぱ点を取れるっていうのはもう誇らしいことですし、やっぱそういうシーンを何回も作っていかないとやっぱいけないなと改めて思ったので、こうサポーターにはゴールっていう最後の形で、でもそれを勝利を送ることが僕らの仕事だと思うので、そこはもう継続してもっとたくさんネットを揺らしてこうサポーターとこう笑顔で勝ち合えたらなと思います。次の試合で、リーグ戦は半分終わって折り返しになります。次の試合に向けて意気込みをお願いします。そうですね、まだリーグ戦まだまだ半分もありますし、僕らも位置的にもまだ全然狙えると思ってますので、絶対諦め気はさらさらないので、やっぱ一戦一戦っていうのを本当にトーナメントって考えてチームの部類でやっていかないと J3 っていうのは見えてこないと思いますけど、それでもチームの雰囲気っていうのは大事だと思うので、あんまりこう悲観せずにポジティブに捉えてまた来週やっていかないかないなと思います。最後に今日も応援してくれたサポーターにメッセージをお願いします。3戦、まあ、勝てなくてサポーター自身も歯がゆい気持ちだと思っているので、僕らもこういうそういう、こう雰囲気というのを感じているんですけど、やっぱどっかでこうやっぱ、勝利できればまた言いながら持ってこれると信じているので、僕らもサポーターにはこう、信じてもらって僕らもそれに応えられるようにまたやっていきますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。